どうも、豆腐メンタルです。今回は豆腐メンタル野郎が作る豆腐ハンバーグだ。豆腐ハンバーグってまあ何がいいかってね、これね、コストが安く済むハンバーグ、そして簡単なハンバーグね、そしてさらに豆腐使ってるけどめちゃくちゃ美味しいハンバーグ、これを今日やっちゃいます。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まずね、牛豚合いびき肉、これ 150g から 160g ぐらいのです、はい、で、あと豆腐、絹豆腐1パック 150g、 玉ねぎ 100g です、ちっちゃめ2分の1個ですね。で、バターが 10g と、ニンニクで、卵、あとは調味料は概要欄に書いてありますんで、そちらご覧くださいませ。本当にね、これ僕の自信のある豆腐ハンバーグなんですけども、豆腐ハンバーグを作る上に何が必要か。豆腐ハンバーグってコストパフォーマンスがいいんですよ。コストパフォーマンスを理解しなければいいから、なんで今回コストパフォーマンスのいいものを飲みながらやっていきます。アルチバチリゴ、もう瀕死やんかお前。で、ここに、ということで乾杯。あー、いっぱい50円もしませんね。こんな安くお酒が飲めるなんていい世の中ですね、本当に。ということでやっていきたいと思います。やっぱね、ハンバーグはね、玉ねぎないとね、なかなか美味しく仕上がんない。なんで、玉ねぎをね、まずみじん切りにするところからやっていきたいと思います。僕のみじん切りの仕方はもう結構オーソドックスです。僕はね、一気にね、全部やらないでね、途中でね、また切り込み入れていくんですよ。その方がね、結構細かくいくんですよね。でね、いつもね、皆さんね、ここどうすんねんっていう話になると思うんですけども、うわ、まあもうちょっと細かく、まあでもね、この切り方だと結構ね細かくなるんですよ。はい、ハンバーグの場合ね、あんまりこう玉ねぎの粒子が大きいと結構ね、玉ねぎしちゃうんで、結構細かめが僕はおすすめかな。はい、で、これ切り終わりましたんで、これね、耐熱容器に入れていきます、ね、ここに耐熱容器あるんですけども、ここに入れていきます。で、今回はね、玉ねぎ炒めない、玉ねぎ炒めずに、チンします。その方がね、楽だし、玉ねぎの甘みもね結構引き立つんですよね。で、ここにバター 10g ポコンと、はい、で、これね2分30秒で、水分もちょっと飛ばしていきたいんで、ラップしないでいいです。トッピングあと2分30秒でチンします。そしたらもうこのニンニクだけね、皮むいておいてください。もうそんだけでね、すっごい美味しい豆腐パパンパパン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 、もうね、包丁いらない。まずね、この牛豚合いびき肉です。お塩ね、お塩です。まあ、一つまみでいいです。あとね、コンソメ小さじ3分の2ぐらいね、入れます。で、ナツメグが5振り。ナツメグはね、すごくハンバーグっぽい香りがするんで、あったら入れてください。なかったら なくても大丈夫。ただ今回は本当に美味しいハンバーグなんで、あったら入れてほしいな。で、黒胡椒です。はい、ちょっとね、スパイシーに、ちょっと豆腐のね、豆腐が半分入るんで、ちょっとスパイシーにした方がそれっぽくなります。美味しいです。で、まず肉の状態でこの調味料入れたらこねるんですよ。そうするとね、粘りが出てくる。これでスパイシーニックにしていきます。ニックヒューリーにしていきます。はい、そうするとね、粘り気出てくるんですよ。こうやって粘り気が出たら、これちょっと横に置いといて、豆腐ですね。で、豆腐はね、ちょっと軽くでいいですから、水切ってください。水切ったらもうポコンと、はい、そしたら卵をこの横丁に割り入れます。そしたらね、パン粉ね、大さじ5杯。このパン粉すごい重要ですから、パン粉3、4、5、これね、入れないとね、まとまらないんですよ。で、ちょっとふわっとした食感を出してくれますんで、これは入れます。で、卵はつなぎになりますし、お豆腐は傘が増してジューシーな食感になります。ふわっと柔らかい食感で、まずこのパン粉ね、この卵と
豆腐の水分をね、こうやってね、あの卵、パン粉って水分をあの乾いてますから、水分もね、吸う性質がありますんで、あのまずね、卵と豆腐の水分ね、このパン粉さんにね、吸わせるんですよ。そうすると、こんな感じになります。で、こいつを、まあ、もう肉と合わせるんですよ。肉と合わせちゃってください。お肉は、ね、粘り気が今出てますんで、よーくね、この豆腐と合わせてくださいね。はい、あ、いいですね。非常に良いですよ。パン粉がね、結構ね、たっぷり入ってますので、非常に生地のまとまりがいいです。で、全部、このまとめ上げてください。肉と一緒になるような感じで。すみません、玉ねぎね、忘れましたね。玉ねぎはちょっと熱いので、ちょっとね、こうやって、ま、かんましながらちょっと冷ます、粗熱できれば結構冷ました方がもちろんいいんですけども、時間がない場合はね、あのちょっともうかき混ぜて粗熱取るぐらいで全然平気です。その代わり、お肉と豆腐は冷たいままでやってください。もう入れちゃいます。はい、待つのが嫌いなんでね。はい、よく混ぜたからね、結構ね、あの熱は取れちゃってます。はい、そしたらもう全体混ぜてください。玉ねぎ入れることによって甘みとね、あとバターの風味も加わりますんで、非常に美味しくなります。で、ここで成形しにくかったら、このまんまちょっと冷凍庫で少し冷やしていただいてもいいんですけども、多分ね、いけると思うんで、いっちゃいたいと思います。はい、かなり大型のハンバーグができると思います。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあちょっと柔らかめなんでね、ちょっとバットに入れましょうか。結構ね、大型バーグになります。ただ半分豆腐なんで、パルティです。整ったらもうここにポコンと、はい、ちょっとね、生地柔らかいんでね、あの気をつけてくださいね、これね。そしたら焼いていきます。じゃあフライパン持ってきましたんで、まずフライパン温めていきます。この時に油もこれぐらいですかね。こう、まあ全体に回れば大丈夫です。で、まずね、フライパン温めてくださいこれね。フライパンが温まったら中火にしていきますよ。小さじ2ぐらいで大丈夫。じゃあ、鉄板が少し温まってきたらハンバーグを入れます。こうやってね、ヘラで入れるとあのすごくまとまります。で、入れた後も、ちゃんと綺麗な形になるようにこうハンバーグ型に成形してあげてください。これはもうお子さんも大満足ね、1個で。で、火加減はまあ中火ぐらいで、いいと思います。あんまりね、強い火でやっちゃうとね、焦げちゃうんでね。まずね、両面に焼き目つけますよ、皆さん。で、卵も入ってるんで、熱が入ると固まってきますん でちょっとね、真ん中はね、少しくぼませた方がいいかもしれないですね。真ん中に一番火が通りにくいんでね、大きいハンバーグなんです。で、片面を大体どれぐらいだろう、今何分ぐらいやって、2分ぐらいで3分焼きましょうか。蓋を閉めることによって蒸気が、中にね、蔓延してですね、火が全体通っていくってことですね。でちょっといい感じになってきたんじゃないですかね。はい、そしたらね、ちょっと一回裏返しましょう。裏返すときね、ちょっと柔らかい生地なんで気をつけてください。こういうヘラを使っていただいて、ほら、どうですか、美味しそうな焼き目がついているでしょ。シュッとやって返します。はい、めっちゃ美味しそう、焼き目たまらんでしょこれ。はい、そしたらまた蓋をします。で、これでね、またひっくり返してそれこそ2分ぐらいでいいかな。はい、じゃあ2分経ちました。両面焼けてますけど、まだ中まだ焼けてない感じです。で、ここにお水大体大さじ、まあ3かな。で、これでまた蓋します。これなんでやるかっていうと、あの蒸気がね、中に充満して蒸し上げる感じになるので、火が通りやすくなります。で、これで蒸し焼きにしていきます。蓋をして水分がなくなるまで、まあそれこそまた2、3分ですね。じゃあもういい感じに中火で蒸されてると思いますんで、ちょっとすごくいい感じに焼けましたんで、お皿に持っていきたいと思います。もう今日はちょっと欠けてるんですよ、僕のお気に入りの皿がありますんで。はい、もうね、あの今回は野菜添えたりしない。はい、そしてここに
この焼いた肉の旨味がね残ってるんですよ。でここでソース作っていきます。じゃあ醤油まず大さじ1と、で醤油大さじ2杯ですね。はい、でみりん大さじ2杯、酒大さじ2で、これね、あの強火でいいですから。で、味の素1、2、3、4、5、6、6振り旨味つけていきます。で、あとおにんにくです。1かけ分入れちゃいます。で、これ煮詰めて、あの和風ソース、僕はね、あのこれケチャップソースより和風ソースの方が好きです。あのなんでかっていうとね、ケチャップよりね糖質が少ないんで、糖質を気にする中年なので。はい、はい、こんな感じですよね。煮詰まったのは これぐらい。ハンバーグにもうガーッとかけちゃいます。うわー、いやー、私の青春する本当に美味しいハンバーグ、こちら。はい、それではできましたらいただきたいと思います。じゃあ、いただきますよ。完璧に火が通ってます。これでございます。ソースをたっぷりかけていただきます。うおー、うまー、これ肉よりうめえんじゃねえのこれ。ちょっとね、信じられん、うまさがめちゃくちゃうまい。これ豆腐っぽさが全然ないんですよね。で、香り高いし、ナツメグもすごく効いてますね。うん、もちょもちょうまい。スマスタードも言っていいですか。やばい、これはやばいって。俺、とんでもないものを我慢できないんじゃ。ちょっと酸味が出されて、このソース美味しいですね。このマスタードの酸味がある。うわぁ、出てきて、いただきます。うん、うまっ。豆腐ハンバーグって感じ全くしない。これ全くしない、全くしないけど、めっちゃうまい。めっちゃうまいよね、びっくりするよこれ。むしろなんかこう、重くなくて、うん、肉感もちゃんとあるし、ちょっと高級感ない？あるよね。めっちゃおいしい。なんか、つなぎに特別なもの入れてます感があるよね、なんかね。豆腐感が全然ない。わかんないな、うん、でもなんか、普通のハンバーグでふわふわしてるみたいな。してるしてる。これはね、本当にうまい。うん、最高です。です。美味しかったです。ごちそうさまです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう伝わったと思います、このうまさ。本当にね、試してみてください。本当に美味しい豆腐ハンバーグとか言ってる。至高の豆腐ハンバーグでいいんじゃないかなっていうぐらい。マジでうまいです。ぜひ皆さん、これ本当に肉よりもうまいかもしれない。ぜひやっ